宇津市県のロゴ昔の任天堂のロゴファンテール体は、明朝体のように、コントラストのついたゴシック体のコントラストを反転させたような書体であり、縦線が細く、横線が太くなっている。年賀状、地図の表題、広告、企業ロゴなどに使われている。インディアンファンテールファンテールは直訳で、戦場の大意味し、クジャクバとの英名となっている。オーブン書体では、 ファンテールと名の付く書体に、マケラー、スミスジョーダン社のファンテールが存在していた。明治時代、東京築地活版製造所は和文書体のファンテール型を作成した。1938年、写試県は地図の表題用文字として、細めのファンテール体の書体、石井ファンテールを作成し、1981年、写し県は写し県のロゴをもとに、 太めのファンテール隊の書体、ファンランビーを作成した。ランは、うつ市県の社長がお好んでいたことに由来。タイポースノー登場マイナビ2018年11月発、月日、ABCDEFG ファンラン、うつ市県のこの文字マイナビ2019年7月16日、日本印刷学会編、印刷時点第5半印刷朝日か。 2002年1月1日,日 ISBN970H, 力49億 175068ABC、文字に生きる、写し券50年のホミ写し券1975年11月 A 新 BLLA, J6K4U6、11th Book of Specimens of Printing Tips and Every Requisite for Typographical Use and Add-onment P357Makerer, スミスジョーダン1885年、東京築地活版製造所活版見本ピアニッシモ28から29東京築地活版製造所1903年11月、富士通ミドルウェア株式会社は文本と大図鑑。ありがとうございます。